お、こんにちは。新規 CTuber 新規場の高橋です。本日は首裏のこわばり、そして重だるさに効くツボを紹介したいと思います。ただでさえね、首裏っていうのはよく凝りやすい場所なんですけど、最近はね、我々ずっともうマスク生活をしておりますのでね、蓄積されてたダメージもね、首裏に来ているっていう方も多いので、そんな時に効くとっておきのツボを紹介いたします。はい。ツボの名前はね、肋血と言いまして、場所はですね、手首の親指の付け根の方にありますね。この位置になるんですけど、探し方はですね、手をですね、人差し指をかまして、こういうふうにですね、手をクロスさせます。で、そうしたときに、この人差し指がですね、当たる場所が大体、肋血の場所なんですけど、そこからですね、ちょっとこう外していただいて、少しですね、こう、爪を立てるように、この界隈を押してもらいます。で、その時に少しですね、親指をですね、こういうふうに伸ばします。そうすると、今、人差し指のある位置に、あるかな、二つですね、緊張している線状のですね、腱があると思うんです。で、肋血は、この腱のですね、こう、二つですね、走行する腱のちょうど間にですね、あるんですね。この2つこう広げた時にですね、紐状の筋がですね、確認できましたらその間に入れてみます。でちょっと爪をですね、立てるように押すとツーンとしたね、ツボをした時に特有の痛みが感じられると思います。でどうしてもこの2つの腱があまりわからないよっていう方はこういうんですね、こうクロスさせていただいて人差し指がつきますね。そこからですね、ちょっと押していただいて、まあ、痛気持ちいいとこを肋血としてください。はい。で、肋血ね、両方にあるんですけど、それぞれですね、1分半押していきます。まずその前に、今のですね、首の動きを確認してみましょう。ちょっといいかね、こう上下に軽く動かしてもらって、まあ、突っ張りを確認していただきます。今度横いきます。ね、突っ張ってる感じないかなっていうね。結構横が私、ちょっと今、突っ張り感ありますね。うん。ちょっと振り返ってみたりしてね。うん。私、こう、右に行くときはちょっと辛い感じがありますね。うん。あと少しね、こう、肩の軽さみたいなのを、ちょっと確認していただいて。で、押していくときは、最初ですね、じんわりと押し始めてですね。そのまま押し続けてください。で、その状態で、ゆっくりですね、首を動かしていきます。うん。というふうにですね。うん。と、あと気をつけていただきたいのは、押しながらも、呼吸はゆっくりしていただくという感じでやっていきましょう。はい。ではですね、1分半測りますので、まずですね、場所を探していただいて、こうですね、人差し指上にして、クロスさして、でですね、そこからちょっとこうね、二つの腱を確認できる方はして、その間に少しこう、爪を立てるような感じで、この二つの腱の間に潜らせていただくといいと思います。はい。で、じんわり押して、じゃあ行きますね。1分半、はい、行きます。はい。そうですね、押した状態で、まず上下にゆっくり、首を動かしていきましょう。ゆっくり息を、吐いて、吸ってしてくださいね。はい。じゃあ今度、横にかしげます。あ、ゆっくり行いましょうね。はい。じゃあ今度ね、振り返りましょう。振り返ります。はい。ではもう一度上下に振りましょう。ゆっくり動かしてください。はい、今度左右行きます。でこの間ずっとですね、肋血に圧を与え続けていてください。はい、今度振り返ります。
はい、じゃあ仕上げちょっとぐるーって回しましょう。はい、反対回りです。はい、ということで、ちょうど分半になりましたんで、今度逆いってみましょうか。人差し指ですね、前にして置いて、そのままですね、ちょっとそのあたりを、親指を広げた状態で、人差し指をですね、2つの剣間に潜らすようにですね、ツーンと痛いところを少し探します。はい、見つかりましたかね。ここか、よいしょ。はい、でもう一度1分半いってみましょう。はい、はい、上向いて、はい、下向いて、はい、上、はい、下、今度左右ですね。ゆっくり息を吸いましょうね。はい、で今度抜きます。はい、でもう一度上向いて、はい、下向いて、もう一度上で、下でふーっと吐きます。はい、で今度左右ですね。はい、振り向きます。できる、はい、いける範囲で結構ですね。はい、じゃあ最後に回しましょう。時計回り、反時計回り。はい、じゃあこれで分半ですね。うん、さあ、まずどうですか、肩の感じが軽くなってませんかね。うん、首も見てみましょうか。まず下向いて、上向いて、はい、ここなんかどうでしょうね。うん、振り返るとどうでしょう。まあ結構ね、首の動きが軽くなったりとか、あと本当にね、まあ動きが先よりもね、より動くっていう風に感じられる方も多いと思います。うん、この肋骨はですね、ツボの中でも首、特に首後ろにですね、とても効き目があるという風に言われているツボですし、あとですね、この肋骨は背景という経絡に属してるんですけど、その経絡の話はですね、こちらの猿でもわかる東洋医学シリーズの背景の動画の中でも説明してるんですけど、肺というのは東洋医学でも呼吸門になっているので、そういう意味ではですね、首のこわばりね、特にマスクから来るようなものっていうのは、この肋骨がですね、押して二度おいしい、三度おいしいというようなツボになっております。うん、で、まあ押されてね、今なんとなくですね、頭もすっきりしているような感じがあると思うんですけど、そういうふうにですね、まあ、首のこわばりをとってですね、我々、まあ、呼吸がしやすくなるんですね。で、そうすることによって、まあ、頭への血流も良くなって、頭もですね、すっきりするような効果もございますので、本当にね、ここだとね、いつでもどこでも、デスクでもですね、家事の最中でも、電車の待ち時間でも何でもね、結構ね、いつでも便利に押せる、ツボですんで、ちょっとね、首がこわばって、重だるくてですね、あとちょっとなんか息も浅いなとかね、そして頭もスッキリしないなっていうような時はですね、この肋骨便利かつですね、一度押して二度三度美味しいと言われるほど効果も多いので、ぜひですね、日々のセルフケアに取り入れてみてください。はい、ということで本日は以上となります。どうぞ、お大事に。